知っていますか？実は金って世界中から集めても国際基準プール約4杯分にしかならないんです。金ってとっても貴重なんですね。ところで金といえば資産ですが、その元であるお金のこと皆さんご存知ですか？お金はいろんなものやサービスを買うことができます。でもその値段は一定ではなく、1980年から2022年までで年平均 1.2% ずつ値上がりしているんです。そう、これが皆さんご存知のインフレです。日本では元本保証の預貯金が主流ですが、実はインフレによってその価値は実質目減りしています。例えばカップラーメン、40年前60円だったものは173円に。郵便はがきも20円から63円と3倍以上。自動車もこんなに値上がりしているんです。しかしお金は銀行に預けていても 1.2 倍にもなっていません。つまり相対的にお金の価値が下がっているのです。そのために必要なのが資産を適切に分散するアセットアロケーション。現金のほかに株式、債券、不動産などに分散すれば自分の資産価値を守れます。その分散先の一つが私たち田中貴金属の金です。金は有事の際価値をしっかり保全する優秀でディフェンシブな資産の一つ。価値の変動で見ると、株式は企業が破産すれば無価値ですし、不動産は流動性が低くすぐに換金できません。しかし金は流動性も高く資産をしっかり守ります。でも金ってちょっとお高いイメージですよね。そんな方には少額から始められる純金積立がおすすめ。田中貴金属では積み立てたお客様の金を当社の資産とは別でしっかり守りますので、老後の備えも安心。未来に向けてお客様の資産保全のお力になれます。金といえば田中貴金属。